藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。 Gスカイ FM 島田沖の皆様、こんばんは。10月13日水曜日、時刻は19時30分。 J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC のお時間がやってまいりました。皆様のお相手は藤枝マイ FC スタジアム DJ の DJ 拓郎です。そして私をいつも強力にサポートしてくださるのはこちらの方です。藤枝マイ FC 強化部の大迫のぞみです。はい、今日ものぞくんとともに番組進めてまいります。ゲストの選手への質問、番組へのメッセージなど皆様からどんどん送りください。放送中でも構いませんのでね、どんどん送ってください。それではのぞくお願いします。はい、メールの方は myfc@sky765.jp まで送ってください。ファックスの方は054-732-9162 までお願いします。はい、ありがとうございます。まずは前回放送から今日までの間に行われました藤枝マイ FC の試合結果を振り返ってまいります。 J3 リーグ、この期間第20節から22節までの3節の試合が行われましたが、9月の25日と26日に行われました第20節藤枝マイ FC は試合がありませんでした。そして10月3日日曜日、 J3 リーグ第21節アウェーゲームですね、ロアッソ熊本戦が笑顔健康スタジアムで行われましたが、こちらは2対3で敗戦という結果になってしまいましたが、まあ、79分まで0対3ということで結構ね、一方的にやられてた感じがあったんですけども、80分の大石選手のゴールから一気に流れが変わりまして、なんか藤枝マイ FC が目覚めたという感じだったんですが、残念ながら追いつくところまではいけずに、2対3という結果になりました。そして10月10日日曜日ですね、ついこの間の日曜日、 J3 リーグ第22節ホームゲーム、アスルクラロ沼津戦、こちらもちろん藤枝総合運動公園サッカー場で行われました。この静岡ダービー5対1という素晴らしい結果になりました。はい、前半3対1、後半2対0、ぬくい選手の2ゴール、岩渕選手の2ゴール、そして川島選手のゴールで大勝という結果になりましたが、この2試合を振り返ってのぞくん、いかがでしょうか。はい熊本戦はそうですね、相手が、まあ、J3 首位のチームで力強さは感じました、はい、強かったですね、本当にね、はい、そうですね、はい、で一応、まあ、ちょっと熊本戦で後ろ向きになってたプレーが多かったっていう監督 の反省もあったので、はい、その反省を踏まえて、あの静岡ダービーの沼津戦は本当に選手が前に前にとチャレンジしてくれたことが5点につながったのかなと思います、はい、ダービーであの結果というのはもう見に来た皆さんにとっては素晴らしく嬉しい結果だったと思いますけれどもね、はい、この好調を続けていってほしいですよね。はい、はい、ということで今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組トコマイ FC スタートいたします。本日のゲストは川島信之選手と岩渕亮太選手です。藤枝マイ FC の J2 昇格目指して共に盛り上がってまいりましょう。藤枝マイ FC徹底応援番組東本マイ FC。 はい、この東本マイ FC では毎回藤枝マイ FC のどなたかにゲストとしてご出演いただき、サッカーのことからプライベートな話までたくさんお話を伺ってまいります。というわけで早速今日のゲストお二人から自己紹介をいただきましょう。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ川島選手からお願いします。エース番号2番ポジションディフェンダーの川島信之です。お願いします。はい、よろしくお願いします。そして、はい、背番号8番フォワード岩渕亮太です。はい、よろしくお願いいたします。今日のゲストは藤枝マイ FC 背番号2番ディフェンダーの川島信之選手、そして背番号8番フォワードの岩渕亮太選手です。この番組お話を伺う前にルール説明というものがございまして、この番組では楽しくノリよく明るく正直にいろんなことにお答えいただきたいなと思っております。あまりノリが悪かったり番組を楽しんでくださってないなと思いますとイエローカードが出る場合があります。そうするとこちらの YouTube 用のカメラに向かって何かしらの一発芸を番組後に披露していただくことになりますのでご注意くださいね。楽しんでいただけさえすれば問題ありませんので、はい、テンション高くお願いいたします。はい、さあ早速お話を伺ってまいります。まず前半は川島信之選手のお話を伺ってまいります。川島選手のプロフィールからです。1992年2月4日生まれ、東京都出身、東久留米総合高校から東京国際大学を経て2014年 JFL 栃木ウーバー FC に加入、翌年ザスパ草津群馬に移籍し、2016年7月に藤枝マイ FC に期限付き移籍で加入、翌年完全移籍を果たし、2018年にはギラバンツ北九州に移籍、
2019年に藤枝前市2年ぶりに復帰し、現在3シーズン目、通算5シーズン藤枝前市に在籍というプロフィールでお間違いないでしょうか。はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いいたします。まずは先日の試合で今季初ゴールを決めました。おめでとうございます。ありがとうございます。感想から教えていただけますでしょうか。まあそうですね、もうちょっと早くに取れたらよかったんですけれども、はい、まあでも取れた時は本当に嬉しかったです。でもまあディフェンダーというポジションを考えればもうちょっと早くとおっしゃってますけれども、まああのタイミングでも全然まあみんな納得じゃないかなと思うんですけど。そうですかね、まあでも決められた後ももう矢部さんにもあのタイミングかよっていうぐらい言われたんでもっと早く取れて、はい、厳しいですねもうちょっと早く取れたらなっていうふうに思いました。そうですか、はいはい。まあディフェンダーとしてはあの試合、まあ、残念ながらこう無失点という形にはなりませんでしたけれども、はい、ただまあ1失点というのは非常にいい形だったんじゃないかなと思いますが、守備面での感想についても聞かせいただけますか。まあ、そうですね、戦術的にもまあもう結構うまくはまって、はい、みんな前からしっかりいってくれたんで、うんうんうん、まあ、そういった部分でうまく取れて、ショートカウンターだったりとか、はい、そういったところとかも結構もうみんな前に前に行ってくれてたんで、まあ、そういったところが良かったかなっていうふうに思います。試合によってこうメンバーが入れ替わったりとかしますけれども、そういう部分でのディフェンス面での連携とかでこう気をつけてることとかってのはありますでしょうか。そうですね、でもまあやることっていうのは監督が示してくれてることを結構みんなやるだしっかりやれているので、うんうん、まあ、誰が出ても同じサッカーはしっかりできているかなっていうふうにはやってても感じます。そうですか、はい。まあ、須藤監督になって非常にこう前がかりな攻撃的スタイルになっているわけですけど、まあ、その分やっぱりどうしても守備はある程度こうリスクも増えているとは思うんですけども、 そうですね、そのあたりについてはどんなふうに思われてますか。そうですね、いや本当に、まあ、攻撃の時も守備の時も、まあ、とても前に人数かけている状況が多いので、うん、まあ、そういった時の、まあ、カウンター対策のリスク管理だったりっていうのは自分一番後ろのポジションから、まあ、常にこう声掛けして、まあ、やってるつもりですけど、うん、まあ、もうちょっと徹底してリスク管理のところはやっていかないとなっていうふうには感じてます。はい、かなりこう前がかりになってこう何ですかね、ラインを高く保ってるので運動量がすごく求められるんじゃないかなと思うんですけど、 その辺こう、まあ、シーズン今もうね後半にもなってきてますけども、はい、体の疲れとかっていうのはいかがですか。まあ、疲労はまあやっぱり多少はありますけれども、うん、まあ、でもそれよりもまあ結構今楽しんでやれてるなっていうふうにあるので、まあ、気持ち的には全然、うん、はい、すごく前向きにやれてます。何かこう体のケアで普段から気をつけてることとかっていうのはあったりしますか。そうですね、まあ、試合終わった後にトレーナーの人にちょっとマッサージしてもらったりとか、うんうん、まあ、そういったのとかは時間見つけてやったりとかしてます。なんかご自宅で例えば半身浴やるとかそんなのはあんまりないですか。自宅でもお風呂入るときは入ってるんですけど、はい、あとはまあストレッチポールでちょっと、あー、なるほど、はい、ほぐしたりとか、はい、そういうことはまあ時間見つけてやってますね。やっぱり体のケアも大事ですもんね。はい、そうですね、すごくね、はい、はい。そしてですね、今日リスナーの方からのメッセージをいっぱいいただいておりまして、はい、はい、まずはラジオネームみっちゃんさんです。はい、2017年藤枝のホームのダービーの時も終了間際に同点に追いつくゴールを決めてますけど覚えてますか。はい、覚えてます。はい、その時も堺産業さんのスペシャルマッチでだったんで、はい、やっぱり記憶に鮮明に残ってるわけですね。よく、はい、よく覚えてます。ただまあ今回って、はい、本当にゴールを決めたと同時に、はい、もう試合終了に笛が鳴ったじゃないですか。 そうですね、はい、あそこまで劇的なタイミングっていうのはこれまでのサッカー人生でいかがですか。いや初めてですね。やっぱりそうですよね、はい、決めたと同時に試合終了ってなりますよね。そうですね、はい、しかも点取る機会自分あんまり多くないんで、うん、はい、いや僕もただいまの得点はってどのタイミングで言っていいんやろうと結構困った部分もあったんですけどね。はい、そうですね、終わってから結構してから言ってましたもんね。いや、そうなんですよ。あれね、はい、でも実は、ね、まあ、今言うことじゃないですけど、なんかツイッターでもね、そんなこと書かれてたんですけど、はい、実は記録さんという係の方から連絡が来て初めて僕言えるんですよ。はい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 、でそれがね、なかなか来なくて、僕の方でも早く言わせてくれ、早く言わせてくれっていうのが実は、ここ数試合かなり多いんですよね。そうなんですね、はい、まあいいですね、僕の愚痴言ってもしょうがないですからね失礼しました。さてプライベートなこともちょっと伺いたいんですけれども、はい、趣味とか何かハマってることなんていうのはあったりされますでしょうか。もしくはこう休日の過ごし方なんか教えていただけると嬉しいんですが。そうですね、まあ、休日は今家族でよく出かけてて、はいはい、まあでも今まあこういう時期もあるので、はい、あんまりお店とかには行けないんで、うん、まあ、ちょっと奥さんが手作りで作ってくれた弁当とかでピクニック行ったりとか。おー、素晴らしいじゃないですか。はい、休みの日とかそうやって気分転換とかよくするようにしてます。はい、いいな、はい、素敵な素晴らしいファミリー像がこう目に浮かびますね、はい、でもそういう意味ではこう静岡はね、なんか自然を楽しみに行くところも多いですし。そうですね、いいですよね。はい、
富士山結構綺麗に見えるところとかそうですね、はい、確かにね、まあ、日本平のあたりとかもいいですしね、はい、結構一日みんなでもぼーっとして、うん、なるほど、はい、藤枝満州のプロフィール欄には、はい、気分屋なんて書かれていますけれども、こうしてお話を伺ってたりとか、あと他の選手の、YouTube の選手のカメラバトンとか見てるといつもこうすごい穏やかでにこやかなイメージがあるんですけど、気分屋の一面があったりするんですか？気分屋ではないな、まあ、気分屋ではない、うん、嘘って思ったことはない。本当に、うん、岩渕選手的には気分屋とは思えないという感じですか？は思えないですね。なるほど、じゃあちょっと穏やかっていうことしてください。そこはお願いします。これめっちゃ気になるんですけど、ご自身としてはどんなところで気分屋と感じるんですか？気分屋っていうか、はい、まあ誰しもあるかもしれないですけど、はい、奥さんとかが夜ご飯のメニューとかで、いやいや、ちょっと待って、俺ないから。奥さんとかので誰しもあるとか言わないで。あ、そう、俺ないから。いや、まだ答えが出ない。やめて。夜ご飯、はい、何がいいみたいな感じで、はいはい、肉だったらだから豚とか鶏とか、はいはい、なんかそういうの言ってくれるんで、そういう時とかに、あ、ちょっと今の気分はみたいな感じで、はい、そういうのでちょっとこれみたいな感じでとか言ったりいう感じで、それ別に気分屋っていうか、気分屋じゃないですね、自分の今の食べたいものとしてはこれだなっていうことを素直に伝えてるって感じじゃないですか。まあそうですね、そうと思います。例えばお肉って言った5秒後にやっぱり魚とか言ってたりするんだと、さすがにそれはちょっと違うんですけどそこまではないですけど、はい、そういうこと、はい、うん、でもじゃあまあやっぱり岩渕さん、岩渕選手的にはそんなに別に気分屋とは感じないっていうことですね。そうですね、なんかいつもなんかな、ニコニコしてるニコニコしている。でも本当穏やかでね、素晴らしい人格者だなと思いますけれども、さて今日のパートナーである岩渕亮太選手についても伺いたいんですけれども、はい、岩渕選手普段はどんな感じの人ですか？川島選手から、内君は本当にサッカー大好きっていうイメージが、うんうん、はい、その遠征とかでも移動中の時とかもよくサッカー見てるの、ああなるほどなるほど、はい、見るし、結構サッカーの話とかをしてるし、ね、はい、あとはの最近だったらサウナ行ったりとかしてるんですけど、自分がやるだけじゃなくて見るのも好きなぐらい好きな、サッカーが好きな選手っていう意味ですかね。いや、そうですね、俺もだってもっとサッカー見ろって言われるぐらい、確かに言ってる、うん、確かにお前もっとサッカー見ろって言われてそっからちょっとなんか自分も見るようになってますか、はいはい、さあまだまだね楽しいお話を伺いたいんですけども、ちょっと時間もありますので、ここで今日の川島伸之選手からのリクエストの曲紹介をお願いできますでしょうか？はい、ファンキーモンキーベイビーズで明日へ。はい、藤枝前 FC 徹底応援番組闘魂前 FC、 本日は背番号2番ディフェンダー川島伸之選手、そして背番号8番岩渕亮太選手を迎えしております。後半は岩渕亮太選手のお話を伺ってまいります。まずはプロフィールからです。岩渕亮太選手は1990年4月26日生まれ、東京都出身で中学高校と FC 東京の下部組織に所属、その後明治大学に進学、大学卒業後は松本山が FC に入団し、翌年レノファ山口に期限付き移籍、その翌年は FC 琉球に期限付き移籍をし、2016年に SC 相模原へ完全移籍、2017年にはグルージャ盛岡に移籍し、そして2018年に藤枝前市に完全移籍し、今年で藤枝前市4シーズン目というプロフィールでは間違いはないでしょうか？はい、はい、まずは何より岩渕選手2ゴールおめでとうございます。素晴らしいゴールでしたね。特に1点目のこうテクニックが光るゴールは本当にかっこいいなと思ったんですけれども、2ゴール決めた感想を教えていただけますか？まあ、やっと取れたなっていうのはあるんですけど、はい、まあ、次も取りたいとすぐ思いました、ね、でも先発出場としてはまだ2試合目だったからね、そういう意味では、まあまあ、そうですね、でもこうゴールとかはやっぱり常に求められてるところなので、はいはい、まあ、ちょっと時間かかったかなっていうか、まあ、でも嬉しかったです。なるほど、はい、そして取ったらもう次の試合でも点を取りたいとやはり思ったわけですね。そうですね、もうこれをできるだけ続けていきたいなっていう、そこは貪欲にっていう感じですね。そうです、はい、1点目こうすごくいいタイミングだったと思うんですよ。その前にこうちょっと失点もあって、ちょっと雰囲気が若干悪くなってたところで点を決めて、そしてハーフタイムになったわけですけれども、チームメートのみんなからはどんな言葉をかけられましたでしょうか？まあナイスとか、はい、まあ、サンキューとかそんな感じだったと思うんですけど、うんうん、その今あったようにその流れ悪かったのもあったんで、はいはい、まああそこで1個取れたのは、まあ、大きかったかなって、多分それはみんな感じてるんじゃないかなと思いますね、はいはいはい、いや本当にいいタイミングの得点でしたよね、はい、そして後半に入ってからの得点というのも、もうなんか
後半になってまた攻勢仕掛けてくるかな沼津がみたいなタイミングでこう決めてくださったんで、もう完全にあれで試合が決まったなってみんな思えるっていう感じの得点だったと思うんですけど。そうですね、でも次のゴールどっち取るかで、ね、だいぶ流れ変わると思うので、はいはい、そういう意味では本当に試合を決定づける得点でしたよね。そうですかね、うん、まあでも本当ほっとしましたね。あのシュートはまあコーナーキックからのヘディングシュートでしたけれども、こう矢渕選手のコーナーキックからのヘディングシュートって僕は結構珍しい気がしたんですけども、ご自身としては。そう、藤枝切ってからはなかったしね、はい、確かに。でも結構それまではあったんですよ。あ、じゃあ割と得意ではあるんですかね、ああいう形で、まあ、好きなんですよね、ヘディング好きで。だからノゾが蹴った球とかよく俺突っ込んでたよな。ブッチは、はい、練習とかヘディングめっちゃうまいですね。あ、そうなんですね。ヘディングそのなんかヘディングやっぱ気持ちいいんですよね。うん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 。なんで早く取ってくれないかなってずっと思ってました。なるほど。あのゴールもう鈴木純選手から自分のところに来るみたいなイメージっていうのはあったんですか。そうですね、純くんあの辺蹴るかなっていうのがあって、はいはい、でこうなんか自分の方からボール行ってやろうって思ったんですけど、うんうん、ボールが自分の方来ました。おそんぐらいいいボール来ましたね。お素晴らしいですね。そうですね、でもそれをビシッと決めるのもまた素晴らしいですね。いやもうだから本当決めるっていうよりなんか来て当たったみたいな感じ、当たったみたいな感じだったんです。そうなんですね。そういうのでなんか気持ちよかったですね。なるほど。さて、まあ、須藤監督に変わってからいろいろとこう練習面でも変わってると思いますし、当然、まあ、プレーの面それから動きの面とかでいろいろなこう指導指示というのがあると思うんですけれども、どんな役割を求められていると岩渕選手的には思われていますか。まあ、その戦術とかまあいろいろあると思うんですけど、はいはい、自分のこういいところを出せと言われてる気がしますね、はい、うんうん、それがこううまくこう出せた時にはこうチームにとってもすごいいい流れになったりとか、うんうん、そういうことになってくると思うんで、とにかくその自分のストロングポイントをどんどん出していけっていうのは、うん、岩渕選手が考える自分のストロングポイントとしてはどんなところになりますか。あ、そうですね、だからそのボール受けて前向くとか、はいはい、あのゴールに向かっていくようなプレーですね、うんうんうん、シュート打ったりとかそういうのを求められていると思います。あの1点目なんていうのはまさにそういう岩渕選手のストロングポイントが出た1点目という意識でいいですかね。まあ、そうですね、あれは本当なんか狙いとしてたところがうまく出せた素晴らしいゴールだったと思います、はい、いやでも本当にね、自画自賛できるぐらいの素晴らしいゴールだったと思いますよ。そうなんですよ、はい、矢渕選手にもメッセージいっぱいいただいております。こちらラジオネームライジンさんからですね、サッカーを始めた頃シュートのお手本になったプレイヤーなどはいますかというメッセージをいただいておりますが。います。誰になりますでしょうか。レアルマドリードのラウールって、はい、はいはいはい、ラウール・ゴンザレス選手、ラウール・ゴンザレスです、はいはいはい、あの選手のシュートはなんかうまいし、なんかそのタイミングとか、うんうん、そういうのを参考にしてるかもしれないですね。してたかもしれないですね。そうなんですね、はい、そして、ラジオネームゴーアさんから、これはお二人に来てる質問でもあるんですけれども、お二人は東京の武蔵野市と東久留米市のご出身で学年も一つ違いとのことですが、学生時代に対戦されたことはありますかというはある。学生時代というかもう本当多分そのちっちゃい時とかになってくると思うんですよ、あったとしたら、はいはい、それぐらいもう本当近くて、はいはいはい、ね、うん、あでもブチ君の妹岩渕真奈ちゃんは、うん、関前だったよね、うん、そは対戦した記憶はある。やられたろ。やられたか、やられたやられたかな。関前強かったんだよ。いや関前結構強かったんですよ、はいはい、チンチンされた。結構あんま勝った記憶がないんで、ね、関前には。あでもじゃあお二人とも割と小さい頃からお互いの存在は知ってはいた。いや存在は知らないです。存在は知らなかったんですね、はい、でも対戦は知ってたかもしれないという。そう、それが近いんですよ、はい、その家っていうかね、はい、あのあれがね、実家同士も実家が、はい、そうだったんですね。そうですね。じゃああれですか、たまになんかこう年末とかに実家の方に帰った時に、はい、こう東京で会ったりとかもしたりするんですか。そうですね、もう全然会わないです。確かに会わない、ね、全然会わない、全然会わないね。会わないね、会わない、一つもそうですねじゃない。さあ岩渕選手、まあ藤枝に来るまでっていうのは割とこうワンシーズンごとにチームが変わってたイメージがあって、はい、藤枝ではもう4年目になったわけですけれども。そうですね、気づいたら、はい、静岡暮らし長くなってまいりましたけれども、休日はどんな風に過ごされたりしてますか。ちょっと最近キャンプ始めて、はいはいはい、ちょっといろいろ県内でちょっと足伸ばしてキャンプ行ったりとか始めました。もうこれだけね、静岡も長くいるとだいぶあちこち詳しくなってきた。もうそうなんですよね、もういろいろ
一通り行った気がするんですけど、そうで、そういうのもあって、うんうん、なんか新しいこと始めようかみたいのがありまして。ちなみにですけど、まあ、今までその岩手ですとか山口ですとかいろんなところに住まわれてみて、ここ住みやすいなってすごく思うのはどこになりますか？決して別にここが静岡県だからって気を使うとか空気を読む必要はないんですよ。はい、静岡県です。違う。あ、でもどこもこれは、はいはい、どこも住みやすい、住みやすいとかないですね、どこもやっぱ日本いいっす。日本いい。外国知らないですけど。雪は大丈夫？盛岡。盛岡なんか大好きだし。うんうんうん。で、割とこう順応性が高いんですかね。どこに行ってもなんか楽しめちゃうっていう。いや、まあ楽しめちゃうっていうか、うん、全然っていうか、みんもうどこ行っても人が温かいですよね。やっぱりもう優しくしてくれて、もうお二人ちょっと全然笑うとこじゃないんだけど。川島選手の喉から笑い声が出てますけどね。え、なんか面白いこと言った俺。面白かったですね。言ってないよ。なんか普段のキャラと違うとかそういうことですか、もしかして。いや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 、いや、ブチの人柄があるから、はい、周りが優しくしてくれるっていうのがあるかもしれないですね。そうですか。なるほどね。そのなるほどねはどういう意味なんですか。さて最後になりますけれども、今日のパートナーである川島信之選手、サッカーをしてないときはどんな人ですかという質問を事前にアンケートで聞かせていただいてるんですが、ここによく知りませんって書いてあるのは、よく知りません、どういうことなんでしょう。いや、なんかよく考えたら分かんなくなってきちゃっただけなんですけど。でもさっき言ってたの、なんか本当ニコニコしてて、はい、なんつうんだろう、いいやつ、本当いいやつです。なるほど、うん、ありがとうございます。そう言われていかがですか、川島選手は。いや、嬉しいです。はい、まだまだお話を伺いたいんですけど、だいぶ時間迫ってまいりましたので、ここで岩渕選手から曲紹介お願いできますでしょうか。はい、ミスターチルドレンで Not Found。 藤枝マイ FC 徹底応援番組、東本マイ FC。 お送りしてまいりました藤枝マイ FC 徹底応援番組、東本マイ FC。 お別れの時間が近づいてまいりました。この番組毎月第2第4水曜日生放送ですので、次回は10月27日水曜日の放送となります。ということで、次回放送までに行われる試合情報ですが、まずは10月17日、今度の日曜日ですね、 J3 リーグ第23節、 AC 長野パルセイロ戦がアウェー長野ユースタジアムにて14時キックオフで行われます。そしてその翌週10月23日、今度は土曜日です、 J3 リーグ第24節岩手グルージャ盛岡戦、こちらホーム藤枝総合運動公園サッカー場で13時キックオフとなっております。まあ、岩手にはね、前節といいますか、シーズン前半で4対0というのをやられてますので、やり返したいところですよね、ここは。のぞくん、そうですね、もう一個一個順位を上げていくしかないので、はい、うんうん、はい、もうブチが決めて川島選手に守ってもらうっていう、はい、これで勝っていけると思います。そういう形で勝ちたいですね、本当にね、はい、ということで、最後に今日のゲストのお二人から、番組のリスナーさん、そしてファンサポーターに向けて一言ずついただきたいと思います。まずは川島選手からお願いいたします。はい、まあ、次はアウェーで長野になりますけれども、皆さんの熱い声援が本当に力になりますので、まあ、帰ってきたいと思うので、まあ、応援よろしくお願いします。はい、岩渕選手もお願いいたします。はい、次も点取って出て勝ちたいと思います。はい、ありがとうございました。そして今日いっぱいメッセージいただいたんですが、ちょっとご紹介できなかった分はお二人にきちっと読んでもらいますので、で今日いただいたメッセージの中で多かったのがですね、岩渕選手 J リーグ通算150試合出場おめでとうございます、というメッセージがあったですね。そして川島選手もあと4試合で150試合達成ですね、頑張ってくださいというメッセージをたくさんいただいております。いや、ラジオ出てみられてお二人ともいかがでしたか、感想を一言ずついただけますか。川島選手いかがでしたでしょうか。楽しかったです。 ありがとうございます、はい、そう言っていただけると。矢渕選手いかがでしたでしょうか。楽しかったです。また次はいつですか。僕は嬉しいですね、そんな風に言ってくださるのは。もうないか。矢渕選手結構リップサービスがうまいんだなと、はい、いうことが分かったりしましたけど、はい、でも本当、まあ、次の AC 長野パルセイロ戦、そして岩手グルージャ盛岡戦、岩手グルージャ盛岡は岩渕選手にとっては古巣にもなるわけですけれども、はい、ぜひ連勝して、そうですね、いただきたいと思っております。ここまで続けて勝ち続けて、うん、その後も、はい、はい、もうこれからずっと勝つっていう感じでぜひお願いいたします。はい、はい、最後なんかちょっと元気なくなっちゃってません大丈夫ですか。はい、お送りしてまいりました藤枝マイ FC 徹底応援番組、投稿マイ FC。 次回は10月27日水曜日の放送です。 G スカイ FM 島田でまたお会いしましょう。ここまでの相手は DJ 拓郎と藤枝マイ FC 強化部の大迫のぞみでした。最後は全員です、さようなら、さようなら。